先週本屋さんの話しましたでしょ。書店ね、どんどん書店が減っていくと、なんとかしなくてはということで、武田書店計画もね、ちょっとね話題にしましたけども、国が書店を支援するということに対して、賛成するか反対するか、これね、そうですよ、 79% 賛成。やっぱね、この本屋さんがどんどん減っているという状況に対して、日本国民はね、別にいいんじゃんと、デジタルあるし、電子書籍あるし、アマゾンで何でも買えるし、全然困んないってなってちゃうのかなと思っていたら、読売新聞の本社世論調査の結果、 79% がね、国が書店を支援することに賛成だと答えている。そして店舗がね減少しているということに対してね、 63% が不安だと答えている。やっぱね、紙の本っていうのはなくてはいけないというふうにね、多くの人が思っていて、多くの人が危機感を抱いているということが分かりました。いくらね本が減るって言ってね、国が何とかしようとしても、国民がそれをね理解し応援する気持ちがなかったら進まないですからね。で、ちょっとこの前出版社のね、私の担当の編集者とつい先日会って話した時に、この書店の減少問題ちょっと話題にしたんですよ。そしたら、かつてね2万3万あった本屋がもう1万短期間の間に半減してますよ。で、本屋さんのない自治体がもう全体の何割っていうね、以前話題にしましたけども、自治体の市町村の中に一つも本屋さんがない、こういう自治体が増えてるっていうことですね。で、これ問題ですよねって話をしてたら、確かに問題だと。まあ、ただこんな減ってるんだけれども、世界と比較したらまだ異常な多さなんですって。まあ、確かにアメリカに行って本屋なんかないですもん。じゃあニューヨークだロサンゼルスだ街中で本屋があるかって言ったら、まああるけどないんですよ。ヨーロッパだって街中ね、ロンドンだパリで歩いたってないですよ、本屋さんなんて。地方の都市行ってないですから。それを考えたら確かに、まあ例えばね、アジアだってそうですよ。私よく行くバンコクだって本屋なんかないですよ、街中。本当にね。だから基本的に本を読まないんですね、一般的な世界の人たちは。日本人って本を読むんです。だって江戸時代でね、寺子屋でね、庶民だってみんな文字が読めてたっていうね、世界最高の識字率を誇っていたのがね、江戸時代の日本でしょ。現在だっておそらく世界最高の識字率ですよ。例えば貧困層とかだと、もう文字読めない人がいるっていうのが一般的なわけですね。例えばアメリカだって文字読めない人いっぱいいるんですよ。まあ移民ってこともありますけどね。日本の場合、あのオタク貧乏だから子供ね、みんな文字読めないのって、そんなご家庭はないですから。それを考えると、まあ世界的に識字率上がってますけども、もともと江戸時代から識字率はもう日本は世界最高レベルだったわけですよ。それから読書量ね、どんどん減ってるとはいえ、それでも世界に比べたらもうめちゃくちゃ本屋がある方だし、めちゃくちゃ本を読んでる方らしいんですね。だからこれで下げ止まればいいんですけど、これからさらにガーッと減っていって、街中歩いても本屋なんかないと、地方都市で普通本屋もないと、そうなって最近本読みましたか、まあ、数年読んでませんねみたいに、みんながね、そういうところに陥るようになったら、もうアジアとかヨーロッパアメリカと同じですわ。やっぱ日本は街中の至るところに本屋がある。地方都市だって駅前だ空港だ必ず本あります、本屋ありますよね。小さな町でも本屋はある。これをなんとかね死守しないと。そしてデジタル化が進んでますけれども、まあそれでも世界で最もね本を読んでる国っていうね、やっぱこれが教養ですよ。でいて本が異常に安いんですよ、日本は。まあ、最近ちょっと原料高でだいぶ上がってきてますけれども、例えばね文庫本って1冊1000円切りますよね。でしかも日本の本ってちゃんとした紙質じゃないですか。アメリカとかヨーロッパの本ご存知ですか？新聞紙よりも質が悪いわらばんしみたいなものに印刷してるんですよ。日本でわらばんしに印刷してる本なんて占領下に多少あっただけでないでしょう。上質紙使ってますよね。アメリカヨーロッパで本買ったらほんと質が悪い、ほんと段ボール崩れとは言わないけども、もうわらばんしですよ。わらばんしみたいな質の悪い紙に印刷してあって、それが本なんです。でちゃんとした装丁のしてるものなんかなくて、ペーパーバッグですよ、安い作りのね。分厚いけど軽いわけです、わらばんしみたいなもんだから。これが欧米の標準的な本なわけです。で日本だと例えば文庫とか新書とか
ちなみにヨーロッパに文庫なんかないですからね。文庫っていうのはできるだけ安く本を作る仕組みです。だから一番安い底辺の作りなんだけども上質紙でしょ。だから文庫っていうのはもう規格が決まってて大きさ決まってる、でも文字の詰め方も決まってる、原稿を流せばできちゃう、こういう決まった規格の本だから、文庫っていうのは一番みんなが多く読むものをとにかく安く作るっていう、こういう取り組みなわけです。そもそもヨーロッパアメリカに文庫などというね、そんな規格はない。で、文庫本って各社共通規格なんですよね、大きさから何から。これがまたすごいところで、だから文庫コーナーってなると各社全く同じ形でダーッと並ぶわけですよ。あれはなんか文庫ってなんかベストセラーとかはね、新刊本はいろんな形で出てくるけど、しばらく経つと文庫になるわけですね。で、文庫化される本って少ないんですよ。出版点数がいっぱいありますけど、文庫化される本って何百分の1以下なんですね。文庫として残す価値のある本しか文庫にならないですよ。文庫になった本しか読まない人もいるぐらいで、で、文庫って戦前からずっとあるんですけども、新書っていうのがまたできて、文庫よりちょっと縦長で、ね、これも同じ企画で各社ダーッと出しましたね。まあ、新書ブームってありましたけどね。なので、まあ、そういうですね、出版文化ってもう世界最高レベルなんですよね。そして安い価格で、でもちゃんとしてる上質紙で、印字もちゃんとしてますでしょ。本はものすごくお買い得ですよ。費用対効果って考えた時に、じゃあこの1000円札を5000円札を1万円札何に使おうかって考えた時に、本を買うのが最もコスパが高いわけです。文庫本1冊700-800円、700-800円で文庫本1冊ですよ。これはですね、ものすごいコスパが高いんですね。で、インターネットで無料でね、閲覧できる情報、こっちの方がコスパがいいんじゃないかと思われがちなんですけども、インターネット情報というのは玉石混合で、ほとんど石ころなんですね。玉なんていうのはほぼないわけですよ。しかもね、玉石混合の氾濫した情報の中で、どれが価値があるないっていうのを判断できる見識のある人って本当少ないわけですよ。だから黙って文庫本買っておけば、文庫になる価値のある本だけにアクセスできるわけですね。だから表面上のね、無料情報っていうのは、実はこれね、質の低い情報をつかまされちゃったり、 SJ みたいに誤った情報をつかまされちゃったりとかね、するわけですよ。それでこれがどれが正しいかって分析する時間とか考えたら、実は黙ってね、本を買ってる方がよほどコスパがいいわけなんですね。だからこういうね、無料の情報の時代だからこそ、お金を払って得るということがね、どれだけね、価値があるかということを再認識すべきなんですよ。まあ別に電子書籍でもいいんですけども、ただ電子書籍よりも紙の本の方が頭に入ってくるっていうことは、先週ね、ほら、教科書をデジタル化したら学力が一気に落ちたっていうね、北欧の話をしましたでしょ。もうこれね、統計上出てるんですよ。電子書籍で読むよりも紙の本で読んだ方が入ってくるんですよ。だから電子書籍よりも紙の本の方がコスパが高いってことになります。同じ本だったら電子書籍の方が安いでしょ。一見コスパ良さそうなんですけども、紙の方が頭に入ってくるということを考えると、実は紙の本がコスパがいいってことになるんですよ。だからね、なんとかね、日本人の本好きっていうのをしっかりとつなぎ止めてね、本屋さんがある、そして小さい時から本を読む習慣をつける。でね、まあ私ね、ほらね、娘が、まあ、小学校低学年生ですから、小学生が読む本っていうのをやっぱり大きな本屋さんに行ってこういろいろ見るわけですよね。そうすると小学校低学年向けの文庫本があるわけですよ。高学年向けも文庫があるんですよね。で、文庫を見たら文字だけなんですよね。あ、当たり前なんですけども。まあちょっと挿絵が何枚が入ってるぐらいで、で、普通ね、小学生の低学年に読ませる本って、文字が大きくて、絵が中心でね、とにかくその、わーみたいな、例えば、プリンセスのみたいな、わーみたいに、小学校低学年の女の子たちってプリンセス大好きですから、そういうのに飛びつくわけですよね。そういうふうに目を引くようなものをね、本を作って読ませるっていうものなのかなと思いきや、小学校低学年向けの文庫本があるわけですよ。ほらほら、こんなキラキラとかプリンセスがとか、そんな仕掛けは何もない、字だけの
しかも小さな字の文庫本なんですよね。でそれ見た時にすげーと思って、内容が面白かったら文庫でも読むんだって分かったんですよね。だからこそ私のね、このね、国史教科書の作り込みって、まあ、正しかったなと思うんですね。基本ほら白黒じゃないですか。普通の教科書ってオールカラーなわけですよ。中学の歴史教科書オールカラー。うちらは、まあ、最初はね、金がないから白黒だったんですけども、途中から金は入ってきたんです。皆様がね、不合格版を買ってくださったので、なんならオールカラーで作ることもできますよ。お金はある。できるんだけども、あえてそこは白黒でいこうって決めたんですね。そんなね、オールカラーで目を引いて、うちの教科書がいいよって読者を募るっていうのは、もしくは中学生たちにね、読む気にさせるっていうのは僕邪道だと思うんですよ。小学校低学年生ですら面白かったら文字だけでも読むんだから、ましてや中学生だったらね。いや、なんか白黒だから読む気がないとか、カラーだから読むじゃなくて、やっぱカラーでもつまんなかったら読まないですよ。やっぱね、白黒だって面白かったら読むんですよ。だいたいオールカラーにしてね、中学生に読む気になってもらおうなんていう、私からしたら邪道なんです。だから金はあります。カラーで作ることもできますけども、あえてここはね、白黒で作るっていうね、まあそういう風にしましたけどもね。だからね、すごいですよ。だからね、子供向けの本のコーナーに行った時に、日本はまだまだ捨てたもんじゃないなと思うわけですよ。もちろんね、幼稚園生向けの絵本もたくさんある。そして小学校低学年に向けた文庫本まである。文庫本コーナーとかにびっしりあるわけですよ。小学校低学年向け、高学年向きでびっしりですよ。子供向けにね、こんなに出版社が力入れて本を書いてんだと思った時にですね、ちょっと胸熱というか、日本は捨てたもんじゃないと。もっとね、幼稚園生だったら絵本、もしくは絵本じゃなくても親が読み聞かせるね。そして小学校低学年からはもうね、ちゃんとした本を子供たち読めますからね。それを読む面白さというものを、まあ大人が伝えていくということが大切なんじゃないかなと思いました。で、やっぱりこのね、読売新聞の世論調査を見てると、紙の本の重要性は多くの人が感じていると、書店がどんどんなくなっていくということに危機感を覚えているというね、まあこういう状況がねありますから、今だったらね、まだね、手を打てると思うんです。まあこれからは新刊本の売れてる本だけずらり置いてる本屋さんっていうのは、ちょっともう面白みが薄れてくるかもしれませんね。それだってアマゾンだってなんだって一緒ですから、新刊本の売れてる本ってやっぱ目につくようになってますからね。そうじゃなくって、テーマを持たせた本屋さんとか、もしくはこの店長のセンスみたいなものが、なんか本屋さん入った時に、あ、例えばね、文化芸術方面の本の揃えがすごく秀逸な揃えをしているとかね、まあ、そういうような店長の個性が出るような本屋の作り方っていうのが、これから重要になってくるんじゃないかなというふうに思いますね。で、なんかね、本屋さんに行くと知的好奇心がくすぐられるっていうか、例えばですね、日本酒のコーナーに行って、日本酒の専門書がダーッと並んでるだけで、その背表紙を見るだけで、この日本酒っていうのは深い世界なんだな、ただどのお酒がどんな味じゃなくて、どういう料理と合わせるかとかね、いろんな本を見てると深い世界なんだなと思ってね、興味もね膨らむ。で、また別の書棚を見てると、あ、なんか面白そうだ、まあ普段自分の興味がなかった分野でも、なんかその本棚を見た時にね、ちょっとそそられるって、興味が湧くってあると思うんですよね。だからなんかね、この本屋さんっていうのは知的好奇心がくすぐられる場所なんですよね。やっぱり日本人ってコンテンツ力高いじゃないですか。例えばアニメにしても映画にしても漫画にしてもね、あとそれからいろいろな、まあそれこそ、まあ、関連しますけども、ゲームだったりとかね、まあ、こういうコンテンツ力ってやっぱりね、僕に言わせれば、やっぱり日本人の読書量はこれ無関係じゃないと思うんですよ。読書量はやっぱりその人のね、いろいろなものを高めるんです。もう勉強力はもちろん高めます。語彙力も高めるし、発想だったりとかね、論理構築だったりとか、読み解く力とかね、もういろんなものをね磨いていくんですよね。だからやっぱね、読書っていうのは、まず大人がね、まあ、最近読書しなくなってますから、やっぱ読書大切なんだっていうことにね、改めて思いをいたし、その感覚を若い人にですね、こう伝えていくというね、まあ、こういうことが必要じゃないかなと思います。一応出版業界にね、絡んでるどころか、私一応出版社の社長ですからね、日本でのこの本の衰退というのは非常に危惧するところなんですけどもね。武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして、誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。
本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、分かりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。